クリュコフですが、この人は昨日見た限りではゲロドやってたような感じがしましたけれども、どんな演技内容で来るか。そらく逆手からですね、はい、逆手背面車輪からゲロド、はい、バーを越えながら前方に抱え込みの宙返り。これ逆手で回るだけに難しいですよね、着地が。そうですね、あの鉄棒が見づらいというんですかね、はい、一時期流行ったんですが、ですから最近はみんなコーチに移行しましたもんね。そうですね、また何度もあの小鉢の方がいいんですよね、はい。そしてこれも新月面です、決まりました。もうこう見ますと、あの新月面がもう普通の技ですね。そうですね、はい、クリュコフもオリンピックの代表団体金メダルメンバーなんですが、ロシアカップで優勝しておりまして、いわゆるロシアチャンピオンと申し上げても間違いないと思います。技のさばきはどうですか？そうですね、大きな技は素晴らしいものがあるんですけども、ちょっとしたところで姿勢の乱れが見られますね。わかりました。現在の鉄棒のトップは先ほどのスンジェン 9.725 ということになっております。これでまず男子の前半の鉄棒